脂質ラフト、脂質ラフト、リピドラフトは膜ミクロドメインの一種でスフィンゴ脂質とコレステロールに富む細胞膜上のドメインである。この部分構造は膜タンパク質あるいは膜へと移行するタンパク質を集積し膜を介したシグナル伝達、細菌やウイルスの感染、細胞接着あるいは細胞内消耗輸送、さらに細胞内極性などに 重要な役割を有する機能ドメインである。1950年代に電子顕微鏡を用いた研究によって、上皮細胞と内皮細胞膜表面にあるくぼみを持った構造が発見され、この特徴的な構造から壁オラと名付けられた。壁オラは指標分子である壁オリンの発見により研究が進み、非音性界面活性剤存在化かつ低温で、 不要性の膜ドメインであり、そのドメインにシグナル伝達に関わるタンパク質が介合していることが見出された。その後の研究により、壁おりんを持たず、くぼんだ形状を持たない膜構造が分離され、壁オラと同様にシグナル伝達に関与する分子の解合が発見された。現在はこのような細胞膜部位を総称して、脂質ラフとラフとはイカダの意と呼んでいる。 このような構造上に、受容体などの機能性物質が集合することにより、シグナル伝達、物質輸送の窓口として機能する。すなわち、複数の分子がカスケードを形成する場合、それらの分子を一箇所に集めることにより、それらの分子が相互作用する確率を高め、一連の反応を速やかに行うことができる。脂質ラフトは、脂肪酸として、飽和脂肪酸を含む、 スフィンゴ脂質あるいはスフィンゴ糖脂質を主成分としている。飽和脂肪酸は分子が直線上であるため立体障害が少なく、スフィンゴ脂質は互いの分子が密に解合している。一方、折れ曲がった分子である不飽和脂肪酸で構成される他の領域は比較的緩やかに解合している。このような正常により脂質ラフトは他の領域と比較して流動性が 比較的低くなっている。さらにコレステロールは、スフィンゴ脂質と親和性が高く、スフィンゴ脂質の間に挟み込まれる形で存在し、膜構造の高度なパッキングを保持しつつ、ラフトに流動性を与えている。このような飽和脂肪差によって固くパッキングされた、構造は一分子追跡法、蛍光共鳴エネルギー移動、フレット、原子間力顕微鏡や、化学科教による研究から、 指示されている。細胞膜を構成する脂質二重膜は流動モザイクモデルの提唱により脂質が二次元の流体を形成し膜タンパク質はモザイク状に埋め込まれる形でこの流体中を速報へ動き回り膜機能を発揮すると考えられてきた。しかし脂質ラフトの発見により現在では膜構造は均一な脂質二重構造ではなく 性質の異なる膜ドメイン上に膜タンパク質がある一定の極材を持って分布していると考えられている。脂質ラフトは安定な構造体ではなく刺激に応じて集合状態を変化させる。そのため脂質ラフトの大きさは一般に100ナノメートル以下で約数個ないし数十個程度のタンパク質分子を含むされるがラフト自身がその大きさや形を 流動的に変えるため一定ではない。脂質ラフトには、スフィンゴ脂質、コレステロールの他に、グリコシルホスファチジリイノシトール、グパイアンカーやアシルカ就職、パルミトイルカ、ミリストイルカなどを受けた分子、イノシトール、リン脂質、複合糖質などといった分子が集合している。シグナル伝達物質である、SRC ファミリーや G タンパク質などは、アシルカ後に、 脂質ラフトへと、アシル元を膜ドメインに突き刺す形で極在し、同じく脂質ラフトに極在している需要体と解合、シグナルを中継する。また、アシル元の半減期は、タンパク質自身の半減期よりも短く、アシル化と脱アシル化のサイクルを持ち、膜炎の極在が調節されていると考えられている。脂質ラフトは、様々な疾病との関わりが指摘されている。 病原性大腸菌である O-157 が出す、ペロドクソ、アルツハイマー病に深く関与すると言われる、アミロイド β タ,タンパク質、プリオン病を引き起こす、プリオンタンパク質、さらには、エイズウイルス、C 型肝炎ウイルス、インフルエンザウイルスなどのウイルスが、脂質ラフトに会合すると言われている。インフルエンザウイルスにおいては、日種のエンベロープタンパク質、すなわち、 宿主細胞侵入に関与するヘマグルジン、出荷に関与するノイラミニダーゼの両膜貫通型等タンパク質が強室質ラフトへの親和性を有している。また、細胞侵入のためには宿主側の細胞表面に多量の受容体が必要であるとされるが、この需要を満たすためには、これらの受容体が脂質ラフトに集合していることが必須であると考えられている。 アルツハイマー病では、以前よりコレステロールとアミロイド β タンパク質の生成、蓄積との性の相関が指摘されてきたが、アミロイド β タンパク質自身及び、それを生成させる酵素ベー β クレターゼ及びガンマセクレターゼの活性が、脂質ラフト上に見出され、脂質ラフトとの関係が指摘された。すなわち、コレステロールとの相関は、脂質ラフトに起因すると提唱されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。